福岡スラックライン選手権大会2015シニアクラス決勝戦スタート。さあ皆さん、もう一度の試乗にお願いします。まず前に進んだセロンはスピカの新地選手、スパイダースラックライン、ジャパンを獲得するオリジナルトリックユニットのスノーボード男、バブリック、こうして大きなバット、そしてイカロスを飛び出した。レジファウンからのバックフリック、そしてダブルシーでキャッチするというバランシーなトリック。さあ足を引きずりながら今度ワイドを出しました。10秒動きます。360ダブルキー、
か、どちらに登りになるか、点を伺いたいと思います。ジャッジ、ウォーターボード。おぉ、左足の負傷を負って、かつ優勝を取りました。それではね、それぞれ。